シャモン TV 始まります。今日はね、お釈迦さんは民主主義者だったっていうお話ね。それの根拠となる仏教用語で言うと七不退法とか、七不遂法って言ったりするんだけど、2500年前に喋ってるのに今でもその通りっていうような内容なのよ。ここね、マガタ国のね、王の使いっていうのがお釈迦さんのところに来て、でね、隣のね、バッジ族の国を攻めたいんですが、いけますかね、お釈迦さんって聞きに来たのよ。あれと、どっかでこれ聞いたことない？マガタ国、これはね、かつてシャモン TV の23番王社城の悲劇の話をした時にアジャセ王っていうのがいたという話をした、あのマガタ国ですよ。でさ、あれと、アジャセみたいな、お釈迦さんにめちゃくちゃお世話になってるじゃん、アジャセさんと。精力的にお釈迦さんにこういろんな施しをしたあのアジャセ王、またなんかちょっとヤンキーに戻っちゃったみたいな、また戦争やろうとしてんのみたいな感じなんだけど、だ多分このマガタ国ってめちゃくちゃ大きい国だから、多分アジャセ王はまあそんなにもう戦争したないなと思ってたとしても、あの大臣とかさ、そういった側近がさ、今だったらいけるんじゃないですかみたいな感じで、アジャセ王としてはだったらちょっとお釈迦さんに、なんていうかちょっと聞いてこいよと言われて大臣が来たんじゃないかと、使いとして、そんなような話でね、バッジ族の国を攻めたいとマガタ国の大臣来てるけど、お釈迦さんのねリアクションこんな感じなのよ。まあ、大体お釈迦さんの付き人としていつもいるのがこの阿難ね、釈迦の十大弟子の一人なんだけど、阿難にね、隣にいる阿難に質問する感じなわけよ。マガタ国の大臣がさ、バッジ族攻めたいんですけどどうですかねお釈迦さんって言った時に、お釈迦さんこんな感じで、ああ阿難みたいな、なんかそうやって言ってるけど、そのバッジ族ってどんな国なんかお前よく知ってるっすね。はい、よく知ってます。でちょっと今から聞くから、バッジ族がどんな国なんかちょっと答えろよなんて言って、そのバッジ族っていうのはね、よく集会を開いて、正しいことを論じ合っているかって聞くわけ。その通りです、お釈迦さん。ああそうかと。そんなような質問をね7個するんだけど、それが七不退法っていう。で要するにこれってさ、議会制の民主主義をちゃんとやってる国なのかと、そのバッジ国はと。で2つ目がさ、そこのバッジ国は統率者と部下がよく協力し合い、身分の上下をわきまえて互いに尊敬をし合っているかと。あなんだ、その通りでございますと。これ何を言ってるかというと、国民がね、身分が上下があろうと、それぞれが尊敬し合って国民がみんな平等の世界かと、そういう国なのかということを聞いて、そのバッジ族は次に、その国の法律をちゃんと守ってしてはいけないことをちゃんとわきまえて礼節に富んでいるのかと、法令をちゃんと遵守している国なのかってことを聞くわけよ。その通りでございます。もう4つ目、そのバッジ族っていうのはよく親孝行をして目上の者を敬っているのかと、要するにちゃんと温故知新の精神があるか、その国の人はと。その通りでございます。5つ目、よく先祖の供養を行っているのかと、バッジ族はと。まあいわゆる法恩感謝の気持ちを持って日々暮らしているかと。その通りでございます。6つ目、男女間の礼節をよく守っているかと。まあ、この当時のインドっていうのはさ、なんかちょっとこう男尊女卑みたいなのが結構あって、その要するにさ、
こう人を差別するようなね習慣があるのかと。そんなことはありませんと。7つ目、聖者に奉仕をし援助をしているかと。まあ要するに信仰心をね、まあ聖者ってなんかあれだよ、あのお坊さん的なさ聖職者に、ちゃんとなんかそういうのしてるかと。そういう信仰心をちゃんと持っている国なのかと。その通りでございます。そうかと。議会制民主主義で国民が平等で法令遵守、温故知新の心を持ち法恩感謝を思い、差別なんてものを持っていない、そして信仰心のある、そんな国だったら老若男女が仲良く家庭や社会は繁栄していき、きっとその国は滅びることはない。だからマガタ国の使いに対してお釈迦さんは、そんな国に攻撃するのはやめておけと、お前たちはきっと負けるからやんなよと言っているお釈迦さんの言葉があるんですよ。つまりお釈迦さんはもう民主主義なんていう言葉が、そんな概念自体がそもそも2500年前になかったにもかかわらず、もうこの時点でそういうことを語っているお釈迦さんって民主主義の人だったんだなっていう。お釈迦さんっていうのは民主主義者だったってことだね。本日は、お釈迦さんは民主主義者だったのお話でした。ありがとうございました。